どうも皆さんこんばんは。今回ですけれども、ついに明日から開催されます小島の SG グランドチャンピオンの事前予想考察動画ということで、いつも通りですね、注目モーターの方と初日のドリーム戦の予想ですね、この2つをですね動画に撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、ついにね明日から小島でグラチャンが始まるんですけども、もちろんね、今節もこの事前の予想考察動画と、初日の分回し動画と、そして最終日の優勝戦の予想動画と、節間はねボートフロンティアので予想配信とプレミアムライブの方も頑張っていきたいと思ってますんで、一節間でね結果をしっかり残せるように、気合い入れて頑張っていきたいと思います。はい、早速ね注目モーターの方からね紹介していきたいとところなんですけれども、今回は、注目モーターの方、動画では、4機だけ推奨しようと思ってるんですけども、その他のね注目選手、注目モーターに関してはいつも通りですねボートフロンティアの無料コラムの方に、全てまとめさせていただきましたので、そのコラムのリンクを、この動画の説明欄に貼っておきますので、もちろんね無料で見れますんで、気になるぞという方はぜひそちらもねチェックしてみてください。では、早速ですが注目モーターの推奨から入っていきたいと思います。はい、去年は宮島でグラチャン行われてるんですけども、この時はもう圧倒的節一級のモーター、徳松選手が引いてね、そのまま優勝したんですけども、あのモーターが去年はもう圧倒的に抜けていたんですけども、今年に関してはあの時のモーターみたいに特別これが節一だろっていう抜けたモーターは不在ということで、非常にね僕も上位評価は悩んだんですけども、その中でもやっぱ直近気配を重視して、僕はこの36号機の菊池選手のモーター、これが現時点では一番注目しているモーターになります。この36号機は過去3回の輸出があるんですけども、今節の小島のモーターは初卸しが今年の1月になりまして、切れ期が半年しかないので、その中で3回輸出しているっていうのは優秀な実績ですし、何より僕は直近の気配を重視してこれを1番手に推奨してるんですけども、まずは前回使用した三宅選手、大阪スポーツ杯っていう開催で、僕は一番このモーターが出ていたと思っていて、特に目立ったのは息足から伸びの気配なんですけども、直線の伸び足に関しては節位置出てたんじゃないかなというふうに思ってます。そしてその前の節に使用した島川選手は予選トップ通過で優勝しているんで、その前の節もしっかり結果を出していると、この時は出足がすごい良かったんですけども、前節に関しては伸びがすごい良かったっていうので、この36号機は僕は、数字もありますし直近の気配もいいっていうので、現状一番手に推奨できるんじゃないかなというのを思ってます。菊池選手は前回の SG もねめちゃくちゃいいモーター引いて最終的に節位置に仕上げましたけども、今回もすごいいいモーターを引いたと。で、菊池選手は小島をすごい得意とする選手ですので、去年だっけ2年前かの小島の記念も優勝してますし、相性いい舞台でこのモーターってなれば、前節の借りを返す勢いで優勝まで僕はあるんじゃないかなと思ってます。続いて47号機を引いた森田選手、このモーターも数字バッチリあるモーターなんで、注目されてしまうと思うんですけども、中でも僕はやっぱり菊池選手の36号機同様直近の気配が抜群にいいという意味で上位に推奨しました。まずは前回使用した島田選手、優出してるんですけども、前節は行き足から伸びがすごい目立っていました。はい、直線の気配がすごい良かった。そして2回前に使用した古澤選手は優勝してるんですけども、この時は出足の気配がすごい良かった。で、優勝戦で5コースからまくり出し決めて優勝してるんですけども、確かに4コースが仕掛けて展開恵まれた面はあったんですけども、僕は準優勝戦見返しても全然船足、かなり上位に出ていたと思っていますし、優勝戦の中でもトップクラスに出ていたんじゃないかなというふうに思ってます。なので直近気配、そして全体的な数字も加味して、僕はこの47号機の森田選手も今節かなり活躍してくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でちょっと穴目で推奨したいのが畑選手、11号機の畑選手ですね。僕は畑選手めちゃくちゃ大好きな選手なんですけども、なんでかっていうと、どのコースでも穴を狙っていける選手で、差しもまくり差しも、もうむちゃくちゃ上手い選手なんで、その割にやっぱ大舞台だとオッズ的に結構舐められることが多くて、僕は結構お世話になっている選手なんですけども、今回はねいいモーター引けばいいなっていうふうに思っていたんですが、引いたモーターは11号機。これは前回使った平尾選手が、抜群に仕上げて優勝しているモーター。平尾選手っていうのは基本的に、もう直線の伸び、基本的に伸び型に調整する選手なんですけども、この
11号前回優勝した時に関してはもちろん伸びも来てたんですけども、僕はそれ以上に出足の良さがすごい目立ったので、畑選手はやっぱ差し屋なんで当然出足を求めてくると思うんで、この11号機は僕はハマると思いますし、今節穴でかなり狙っていけるんじゃないかなっていうのを思ってます。まあ僕個人的な意見だと特に2コースの差しと5コースのまくり差し、これがめちゃくちゃうまい印象です。はい、ただ3コースも4コースも穴で狙っていける選手なんで、穴展開含めて畑選手は注目しようかなと思ってます。はい、そして最後21号機を引いた前本選手、このモーターは、数字は低いので意外と軽視される可能性があるんですけども、2回前に使用したカナダ幸子選手が輸出しているモーターで、この時の開催は、男子戦と女子戦で分かれていて、男子の優勝戦女子の優勝戦があるっていう、まあ、分かれた開催だったので、女子の中でモーターをしっかり合わせて輸出したモーターで、この時は、直線の行き足から伸びがすごい目立っていました。で優勝したのが、まあ、この33号機、まあ、今回は峰選手が引いたんですけども、この33号機を引いた森谷選手だったんですけども、その開催を見ても、僕はこの33号機と同じぐらい出ていたのかなっていうふうに思っているので、まあ、この33号機は数字もめちゃくちゃあるし実績もあるモーターなんで、なおかつ峰選手が引いてるんでもうめちゃくちゃ人気のヒットになると思うんですけども、その前回で僕は同じぐらい出ていたと思っている21号機で前本選手の方が、まあ、オッズ的には絶対舐められると思いますし、そんなに注目されるモーターではないと思うんで、このモーターは僕は大注目してます。はい、あとは25号機の原田幸也選手とか、まあ、これは前回ね畑選手がね大幅に上積みしたモーターで直近の気配が注目と。で、まあ、あとは、これ多分2連対でストップだと思うんですけども、38号機の吉川選手あたりもすごい注目してます。はい、で残りの選手に関しては、先ほどもねお伝えした通りなんですけども、ボートフロンティアの無料コラムの方に一挙公開してますんで、そちら気になるぞという方はぜひこの動画の説明欄からチェックしてみてください。はい、ではドリーム初日の12レース、ドリーム戦の、予想に入っていきましょう。ということで、12レースの予想に入っていきたいんですが、まず最初に謝らなきゃいけないことがあるんですけども、このレースちょっと展示を見ない限り結論を出すのが無理だなっていう風に感じて、まあ、なんでかっていうと、まあ、まず5号艇の松井選手が前付けに行くっていうので、まあ、これだけでも展示の気配は絶対見たいっていうところではあるんですけども、6号艇の西山選手ももしかしたら僕は松井選手についていって前付けに行く可能性があると思うんですね。そうなった場合、もちろん5と6が動くのであれば、進入はガラッと変わりますし、5だけでしか動かない場合でも進入はガラッと変わるので、そこを展示で見ないと、判断ができないっていうので、非常に、今回出す予想と明日買う予想っていうのは変わる可能性が非常に高いと思ってください。だったら予想すんなって言われるかもしれないんですけども、まあ、いつもやっていることなんで、これはちょっとまあね、モーター評価とかもしっかり出してきてるんでやろうかなと思うんですが、ちょっと今回は2パターン予想しようかなと思ってます。こっちのボードで、松井選手しか展示で前付けに来なかったパターンと、まあ、こっちのボードで松井選手と西山選手が両方前付けに来たパターンの両方をちょっと事前の段階では出してみようかなというふうに思ってます。はい、ではまずはですね、船足の評価になります。1番手は峰選手、まあ先ほどもね紹介したようにこの33号機は2回前に森谷選手が優勝したモーターで、まあ、その時は出足も伸びもすごい良かったので、まあ、全ての足が出ていると。で前回使用した選手は B 級の選手で足落ち濃厚なんですけども、まあ峰選手がもう1回仕上げれば、まあ、あの森谷選手の時の気配以上に仕上がると思うんで、これはもうモーター的にも軽視はできないと思ってるので、僕は1番手に推奨してます。はい、で僕が2番手に推奨するのは6号艇の西山選手の65号機、前回新田選手が使って、ユースしているモーターなんですけども、その時の出足の気配がもうめちゃくちゃ良かった。その前に使用した寺田千恵選手も、まあ、女子戦の中で、出足系統すごいよく、気配良かったモーターで、まあ、これ直近の上昇期なんじゃないかなっていうふうには個人的に思ってて、このドリーム戦に入っても2番手に推奨してます。はい、であとはやっぱり数字ある41号機を引いたブス島選手、まあ、これ調整外さないと思うんでやっぱり評価しないといけない。で5号艇の松井選手のモーター、これ数字はないんですけども、前回ねフライングでちょっと結果は出せなかったんですけども、安河内選手が使ってその時の気配すごい良かったんで4番手に評価します。で2と4が、まあ、前日の段階では僕は評価できないかなと思ってます。2号艇の徳松選手のモーターは前回ね谷村選手が優勝してるモーターなんですけども、フランスだけ見たら
僕は出ていないと思いますし、ちょっと腕だけで優秀したかなっていう風に僕は見えたので、この中に入っては評価してません。で、新田選手のモーターは、まあ、直近開催と、過去のキレキを見てもちょっと評価できるところが一つもないということで、この中に入れば劣勢なんじゃないかなというふうに思ってます。なので、まあ、評価は1635-24という感じになってます。ではちょっと非常に悩ましいところなんですけども、事前の予想、まず侵入者、こっちのボードでは松井選手がのみが展示で動きを見せた場合の侵入予想をまずは取り上げようかなと思うんですが、松井選手が2コースまで入った場合1523-46、まあこれは十分僕は考えられるかなと思ってます。で、2コースまで入った場合、もしかしたら、まあ、徳松選手が一発狙って、3肩まで引く可能性もあるのかなと思ってます。まずはこのパターン。そして、まあ、徳松選手が抵抗した125-346、最後に仏島選手まで抵抗した1235-46。事前の段階だと、まあ、展示で松井選手のみが動きを見せた場合は本番この3パターンが想定できるかなと思うんですが、まあ、個人的に僕仏島選手は展示で抵抗しても本番ですごい引くっていうイメージがあるので、これこの侵入はちょっと薄いかなと思ってます。なので松井選手のみが動きを見せた場合は僕はこの2つのどっちかになるんじゃないかなって思ってます。で、この場合だと僕は全然イン逃げ鉄板とは思えなくて、まあ、なんでかっていうと5号艇の松井選手がもうフライング持ってると、やっぱり前付けに行って壁にならなければ十分その隣の仕掛けっていうのは考えられますし、2、3コースまで来た場合はある程度深くはなると思うんで、起こしも 110m 切るあたり、下手したら 100m ぐらいなってもおかしくないと思うんで、そうなった場合は、僕は峰選手ちょっと崩れるパターンもあるんじゃないかなと思ってます。やっぱり仕掛け決め手になるのはこの侵入だった場合は徳松選手の仕掛け、そしてこの侵入になった場合は仏島選手の仕掛けになると、まあ参加をやった場合でも徳松選手は仕掛けていくと思うんで、僕は松井展示で松井選手のみが動いた場合っていうのはちょっと波乱を狙って勝負しようかなと思ってます。じゃあ頭で狙えるのはどこになるかなっていうと、やっぱり展開を作るまずは2、そしてこの展開を作るその隣の3、この侵入だった場合も 4角から展開を作る3ということで、僕は2と3が頭候補になると思うんですが、ちょっと僕が軸で狙ってみようかなと思っているのが6号艇の西山選手。西山選手は記録評価でも説明したように僕はモーターすごい評価しているし、6コースの着内率も結構高いので、で、小島って僕4コースが6コースの差しがすごい来るイメージがあるんですよ。なので、じゃあ展開を作って3コースかセンターから絞っていった場合は展開も恵まれるし、モーターの良さを生かして2、3着に来てくれるんじゃないかなということで、宮田は26-134折り返し、そして36-124折り返し、これが非常に面白いんじゃないかなと僕は思ってます。で、オッズ次第ではもうこれ流しても松井選手まで抑えてもいいかなっていうところですね。ぶっちゃけ多分やっぱモーターがすごいいいっていうので峰選手しか売れないと思うんで、思い切って穴を狙うのも僕はありなんじゃないかなと思ってます。まあ、前回の若松の SG も松井選手がね6号艇からドリーム戦で前付けに行って、まあ、結果守屋選手がちょっと峰選手をね、まくりきれなかったんですけども、まあ、あれはもし引っかからなければまくりに行っていた可能性もあるし、やっぱり侵入が動くとさすがの峰選手でも厳しくなる可能性はあると思うんで、じゃあ展示で松井選手のみが動きを見せた場合は僕はちょっと穴狙ってみてもいいのかなと思ってます。で、次西山選手も展示から松井選手の前付けについていった場合、この場合だともう非常に難しくなると思うんですが、一応じゃあその場合の、侵入予想は156-234、そして1256-34、まあ、ここら辺になるのかなと。徳松選手が引くのかそれとも譲らないのかっていうパターンになると思うんですが、でこの場合でもやっぱりかなり深くなる。僕はこのパターンでも一緒だと思っていて、やっぱ決め手になるのは、角に引く徳松選手かそれとも五角になる仏島選手になると。なので基本的に狙い目は変わらないんですけども、これになった場合は当然、さっき軸で狙っている西山選手が角受けになるということで、角から潰されたらいなくなる可能性があるんで、ここを軸にするのはめちゃくちゃナンセンスになってしまうので、じゃあもし展示で西山選手までついていった場合の穴展開っていうのは、まずこっちの侵入の角まくり展開に3-4の流し、そして内枠の差し残しから2156とか前2156の34、これまで拾っていいかな、
ていう感じで思ってます。はい、まあ、徳松選手の肩っていうのはモーター関係なく僕はもう毎回注目しないといけない選手だと思っているんで、じゃあこのシーンになった場合はやっぱり肩一発は怖いっていうので西三谷流しの2156の34、これがちょっと面白いんじゃないかなと思ってます。こっちの侵入になった場合は僕は宇津島選手五肩からまくりきるのはちょっと無理なんじゃないかなっていうのを思うんで、ちょっと直前の気配見てもちろん決めますけども、こっちの侵入になった場合は結構逃げるのが濃厚になるのかなと。そうなった場合僕は逃げを買うのであれば船足を評価してるやっぱ西山選手を絡めて買う可能性が高いと思います。はい、あとは直前のオッズと相談をして決めようと思うんですが、事前の段階で、考えられる目は僕はこれが限界かなと思ってます。まあ明日ね分回しやるんでそちらでねチェックしていただければと思うんですけども、僕もね直前の気配と展示と、オッズを見てから最終的には決めて購入しようと思います。はい、以上が初日のドリーム戦の予想になります。今回の動画ですね、ぜひ参考になったぞという方はグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。明日はですねいつも通り12列分回し勝負するんですけども、残念ながら、いつもね僕は横浜のボートピアで、個室を取って撮影してるんですけども、今日の昼間に電話して予約取ろうとしたんですけども、まさかの、ロイヤルルームもグループルームも全部埋まっているということで、明日はちょっと船券で勝負ができないので、まあ仕方ないんで家でねパッド購入で、撮影していこうと思います。はい、ちょっとね現玉で勝負っていう感じではないので迫力の方は落ちちゃうかもしれないんですけども、それでも結果を残せるように明日頑張っていきたいと思います。はい、では終わります。ありがとうございました。